いどうも、こみです。さて、本日はこちら、TH コンプリーターさんですね。こちらのクランからお届けしたいというふうに思うんですけども、私のチャンネルですね、タンフォール14から11までの、タンフォール対幅広くですね、クラン対戦系の動画中心に扱っています。やっぱりこのゲームやっていて、まあ、クランにいて、対戦で全開が取れるかどうかってすごく大きなモチベーションを左右する部分かと思うので、そこのですね、お悩みに対して少しでもこう、参考になる動画、お届けできたらということでやっております。いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いできたらというふうに思いますので、ぜひ最後まで、まずはご覧いただければというふうに思います。で、本日のテーマは、グランドウォーデンに合うペットは何かという、またこれまた難しい問題。これね、なかなか答えがないんですよ。まあ、このアップデートが来て、2週間ぐらい経ってる、まあ、この状況において、まあ、自分が唯一、まあ、これじゃないかと思うのは、もうね、オール。オール一択です。オール一択しかないんじゃないの、グランドウォーデン、マジで。やっぱりですね、一つは、グランドウォーデン空飛べるじゃないですか、もうヒューッって。で、飛んだ時に、そのオールとまあ空系のユニット同士になるんで、相性がまあ比較的いいっていうのが1点と、遠距離攻撃ユニットになるので、オールってまあそんなにですね、遠くまでこうやっぱり離れないんですよね、グランドウォーデンから。でなった時に、対空砲からダメージを受ける確率が低いということ。まあ、この二つがですね、やっぱり、ポイントになってくるのかなというふうに思ってますんで、このカラーさんのアタックですね、オールがグランドボディについてます。このどんな働きするのかちょっと見ていきましょう。で、プラン的には、クイヒーギガホグですね。クイヒーで、タウンホールと防衛軍を落としていきながら、ギガホグこっちですね。マイナーホグライダーで、キングこっち出してガーンっていう感じ。で、グランドボディ、肝心のグランドボディは、ここです。グランドウォーデンは中心部からディガホグ部隊に合流する形で出てくるんですけども、この出てきたグランドウォーデンにオールがついてますんで、その働きをよく見てください。で、まあ、余談ですけども、ギガインフルの強いですね。これユニコーンレベル、6があっという間に起こしましたね、これ。だからクイヒーにやっぱユニコーンつける場合っていうのは、ヒーラーと違って、ユニコーンのやっぱりその、回復できる距離が短いので、なるべくそのタウンホールが当たらない方がいいかもしれないですね。ターゲット取り切れなくなっちゃった、その、一発分、二発分の、タウンホールのギガインフェルノの攻撃がユニコーンに入っちゃうと、こんな感じで起こっちゃうんで、レイジフリーズも確実に必須になってきちゃうっていう感じかなっていうふうに思います。まあ、言うことであれば、ヒーラーでいいのかもしれないですね。で、ここから先が、まあ、この動画の本番というかですね。てか、まあ、普通にこの、タウンホール処理と援軍処理うまいですね。めっちゃ綺麗。さらにこれ、キングと当たるところで、このレイジも、的確ですね。キングと当たっちゃうとクイヒー絶対に起こっちゃうんで、ここでレイジを使ってしっかりとクイーンを、さらに奥まで進めていくという、この判断はもう最強ですね。うまい。で、こっからです。ディガホグに、ウォーデンつけていきますよね。で、このオールがここにいるじゃないですか。オールがいて、まあ、若干ダメージ食ってるんですけども、オールってですね、誰かが、まあ、ヒーラーとかバルーンとかが、ホーミングとかを引かない限りは、爆弾引かないんですよね、ホーミングを。なので、別にこんな感じでですね、ずっと生き残ることができます。これいいですよね、結構ね。いいなと思うんですけど。しかも、普通にヒールで回復もしますからね。なかなかいい。で、今ここでやっと対空砲が出てきてますけども、ほら、ロイヤルチャンピオンとかホグライダーが、早めにこう対空砲にアプローチすることによって、で、対空砲がちゃんとですね、削れるんですね。まあ、今ちょっと危なかったかな、これ。グランドウォーデン、トーム使ったからギリ、守られたけどもって感じでしたね。切れた瞬間に飛んできた対空砲の攻撃を受けてオールを残っちゃいましたけども、でもさ、こっからここまでずっとオールがこう仕事をしてくれたって考えたら、結構いい仕事量ですよね。こういう風な形で、ディガホグやる場合っていうのも、後ろからおでんがついていくところに対空砲がなかなかこう、アプローチしてこないっていう点において、オールが長生きする。しかも、まあ、クイヒーマが合流するタイプだとヒーラーが呼んでしまった、爆弾を食らっちゃうっていうケースもあるかもしれませんけども、オール短期でいれば別に爆弾食らわないので、まあ、結構合理的かなっていうふうに思いますね。だから本当普通にね、オールの付け方迷っている人っていうのは、グランドオールに付けとけば、多分それなりの仕事をしてくれると思いますね。これは多分、選択肢としてすごくいいと思います。というところでちょっとですね、この辺のアタックっていうのが他にもまだですね、もう2本ぐらいあるので、ここから関西クラクラクラブの方にですね、行ってみてみたいというふうに思います。はい、ではこちらですね。先日のラボさんとのアタック、対戦で見せてくれた篠原香さんのアタックになるんですけども、これオールがついてますね、グランドウォーデンに。で、
ペッカスパビズの形になっているんですが、まあ、これもですね、オールがま、そこそこ仕事をしてくれます。やっぱさっきのね、カラーさんの仕事っぷりは、なかなかの、仕事人的な働きを、仕事人的な働きっていうか、なんていうの、まあ、ま、渋かないけど、してくれたと思うんですけど、まあまあ、それほどまだ伸びなかったと思うんですが、にしてもやっぱりですね、そこそこの仕事をしてくれるんですね。だから、今回のやっぱペッカスパビズっていうその合わせるユニットが、ディガホグほどですね、おでんとの距離っていうのを取ってくれない、ユニットなので、まあ、仕方がないっちゃ仕方がないんですね。こういう場合になった時に本当に、オールの使い飯っていうのが難しいんですけども、篠原香さんかなりこれ、的確にですね、オールを、おでんにつけてらっしゃるので、まあ、その仕事っぷりっていうのをですね、ぜひ見ていこうというふうに思うんですが、ここから入っていきます。この辺からですね。この辺からぐーっと入っていきます。で、その時に出てくるグランドウォーデンと、オールの仕事っぷりを見ていってもらえたらというふうに思うんですが、ですね、やっぱり、これ、キングにつけちゃうと、対空砲がこうね、外周側にあったりするので、そこの対空砲に撃たれちゃうんですよね。で、かといって、逆にってわけでもないけども、なんだっけ、ロイヤルチャンピオンか、につけてしまうと、ロイちゃんも、やっぱり、対空砲に当たるところで、対空砲のダメージがオールに入ってしまうんで、あんまり多分仕事しないと思うんです。で、おまけにオールって、ターゲットを取ってから、ターゲットを取るまでの時間っていうのかな、なんていうの、立ち止まってターゲットを取って攻撃するじゃないですか。そのね、攻撃をするまでの時間が長いんですよ。なんで、一回攻撃をし始めちゃえば、二発目からは早いんですけど、一発目が遅いんですよね。なんで、なるべく、そういう、なんていうのか、ロイちゃんみたいにパン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 進んでいくユニットにつけると、活躍する場がそもそもなくなっちゃうので、あんまおすすめじゃないんですよね。こういう方って、アーチャークイーンにつけたら当然耐久砲とかでやられちゃうし、ってなってくるとやっぱりおでんってなるんですよね。で、どうせこれオールまだね、これ全然おでんと一緒に生きてるんですよね、こうやって。だから、距離は取れないながらも、相性としてはおそらくディガホグの方が、個人的には僕いいと思うんですよ。なんですけど、ペッカースパビズにしてもそうなんですね。おでんにつけておくことによって、他のユニットではすぐにやられちゃうような、オールくんがですね、オールちゃんがわかんないけど、長生きしてくれるんで、当然長生きすればその分仕事をしてくれるので、効果的に使うという点においてはやっぱり、グランドオーデンなのかなというふうに、思いますよね。だってもう最後まで生き残るってありえないもんね、オールが。今ここでギリギリでもないか、体力半分弱ぐらいでこう生き残ってるじゃないですか。グランドオーデンが起こってもオールが生きてるわけですよね。だからこういうふうにちゃんとオールが活躍できる、パートナーっていうのはもうグランドオーデン僕は一択かなっていうふうにね、ほぼほぼ思ってしまっているところはありますよね。で、もう一本、これ、キヨさんへのアタックですね。見ていきたいというふうに思うんですが、これも、スイカちゃんさんですね。これ、確か前回の動画でもスイカちゃんさん出した気がするな。まだね、ペットを全開放している方が少なかったんで、ちょっとですね、同じ方の動画が多くなっちゃって申し訳ないんですけども。まあ、でも今回注目してほしいのは、前回キングでしたが、今回はグランドウォーデンに注目してみてもらえたらというふうに思ってますので、そこの違いですね、ご覧いただければというふうに思いますんで、今回の合わせ方っていうのは、グランドウォーデン飛んでますよね。ドラゴンにつけていくので飛ばしています。まあ、インドラかな、ドラゴンインドラにつけるんで。で、そうなった時にやっぱり、オールとの相性っていうのはすごくいいですね。ただ、一個気をつけなきゃいけないのは、なんていうのかな、うまく言えないけど、バルーンとか、インフェルノドラゴンとかが、ホーミングとか爆弾をこう、吸っちゃうことがあるじゃないですか。で、吸った瞬間に、そのホーミングじゃない別の攻撃でやられちゃう。言ってみれば分かりますかね。罠だけ吸うだけ吸って自分どっかでやられちゃうみたいなケースっていうのがあるじゃないですか。そうなった時に、とばっちりを食ってオールがやられるっていうケースはあるんですね。往々にして。で、さらに、ドラゴンとかだと、こうね、距離がやっぱりそんな取れないので、投石機とかインフェルノのダメージをじわじわオールが食らっちゃうっていうのはありますよね。だから、オールの回復用にヒールなんか持っていけてたら結構いいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、でない場合には、途中でオールが起こっちゃうっていうことはあります。ただやっぱり、なんていうのかな、グランドボーデンのソラバージョンとオールの相性は良くって、こんな感じで最後まで仕事をしてくれますよね。前回の動画かなで、ババキンにオールつけたケースっていうのを見てもらいましたけども、まっさりやっぱり、オールが起こっちゃうっていうことからすると、
グランドオーデンにつけることによって、ディガフォグとか陸系戦術する場合には、まあ、そもそもオールがホーミングすらないので、長生きしてくれるっていうケースで、ドラゴンとか、あとは、なんだ、ソラ系ユニットですね。まあ、今回で言えばインフェノドラゴンとかにつける場合には、グランドオーデン飛んでるし、で、まあ、ホーミングとかは、ちょっと食らっちゃう可能性はあるけども、空を飛んでるオーデンとの相性っていうのはいいので、まあ、オールの活躍の場がより広がるというところですね。ペッカースパビズでも、1本目のディガフォグと同じようにですね、オールたちが、オールが、ホーミングを食らうパターンっていうのがあんまり起こりにくいので、長生きしてくれやすいということですね。まあ、そういったいろんな、なんていうかな、細かい理由は覚えなくてもいいと思うんですけど、とにかく困ったらオールはグランドオーデンにつけとけば、まあ多分そんな間違いないっていうことで、めちゃくちゃグランドオーデンにつけるとオールの仕事が半端なくいいっすよっていうわけではないんだけど、とりあえず、グランドオーデンにはオールをつけておきましょう。それが、おそらくですね、他のキング、クイーンがおそらく優先的に別の、ペットを使っていくので、一番いい選択になるんじゃないかというふうに思います。というところで、私の本日の動画を終わりにしたいと思います。ちょっとね、限定的にもうオールは、ウォーデンみたいな結論で終わっちゃいましたけども、これからまたですね、新しい広がりのある使い方が出てくればそれはそれでいいと思うし、まあ、そういうのを探していきたいというふうにも思いますけどね、また分かったら動画にしますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。そして、この動画、役に立ったなというふうに思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして、タンホール11から14までのですね、幅広いタンホール内の動画やってきますので、今後もどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。